自由ってなんだろう。そんなことを考えます。最強陰陽師の聖火ランプローグです。え、どうしたのですか聖火様。まさかお風邪でも引かれてしまいましたか。いや、まあ次回がそんな感じのお話だからね。第12話は学園に戻った僕たちのもとに勇者を狙う魔族たちが現れるところから始まる。あのいかにも強そうな雰囲気出してた人たちですね。それでそれでどうなっちゃうんですか。その頃なぜか在校生代表の挨拶を任された僕はみんなと談笑しながらどんな挨拶をしようか考えていた。聖火様の勇姿想像しただけで素敵です。ってそれはそれで大事なんですけど、敵は、戦いは、勝敗はどうなったんですか。ちなみに今朝の朝食はトーストとゆで卵にサラダと軽めに済ませて。聖火様いやいやごめんごめん。まあいつも通りなんとかなるでしょう。次回予告でネタバレしすぎちゃったらみんなの楽しみを奪ってしまうからね。なんだか聖火様明るくなられましたか。そ、あんまりビクビク隠れて過ごすのはやめにしようと思ってね。そのあたりの話も12話でするので皆さんお楽しみに。